はい、こんばんは。今日は昨日に引き続き、はい、今日は3月の13日7時35分です。夜です。で、今仕事がね、いつもの暗いふれあい公園にやってきまして、今ちょっと撮影をしています。で、今、計測しましたホグね、もう一遍。左、出てないかな。はい。最高で3667、ルクスということで100なんで、36万6700ルクスです。で、右が、3500ちょいでした。まあそう、大してそう変わりませんね。こんだけの数値が出ました。すごいな。で、やばい、ミスった。あー。で、今、ホグ切りますね、まあ、ヘッドも切って黄色にしますと、まあこんな感じで黄色しい、まあ、黄色なんで、まあ、黄色でも結構奥まで届いてるような感じになっております。まあ、黄色これね。で、2回、入り切りすると、白に戻ります。で、ヘッドつけました。で、ハイビームにしてもあんまりそんなに変わんないですね。光がやっぱ強いんでね。で、ヘッドと黄色のバルブ。あともうそこら辺まで。やっぱ夏場はね、あの夏の道はやっぱ白のが見やすいですかね、やっぱりね。冬場はどうしても雪なんで乱反射っていうんですかね、反射し見にくいんで、黄色のが見やすいと思います。まあ人それぞれですけどね、その使い方は。やっぱ北陸とかね、こう雪降るとこは黄色のがやっぱ見やすいですね、路面は。下の方を照らしてくれるんでね。で、ちょっとこの、ちょっと一時停止してる時に話してしまったんで、あれなんですけども、取れてるかな？ちょっと覚えてないんですけども、白バルブ、今の白でね、こうやって光量計で、照射計で測って、もうだいたい右も左も3600ルクスぐらい ?3900 やったっけ ?3500 と600か、右が3500ちょいで、左が3600ルクスやったかな。で、まあ35万ルクス。で、左が36万ルクス。っていう感じになります。まあ酸っぱく言うようですけども、 H アリアさんと比べると全然照射距離は届いておりません。まあそれは残念なことね。まあH アリアさんはカラチェンバルブ今後も出す予定はないという、担当の方がおっしゃるんで、仕方なく自分はまたベレーノをね、ベレーノならカラチェンバルブあるんでカラチェンバルブにしてみました。まあ FCL もね、カラチェンバルブあるんですけども、安いんですけど、あっちの方がね、約1万3000円ぐらいで。で、ベレーヌやと1万6000円ぐらいやったんかな。まあちょっと高いんですけども、やっぱ FCL って使ったことないんですよ。ちょっとわかんないです。HID のディスチャージバルブなら、FCL6000 ケルビンのやつ使ったことあるんですけども、でも画像に載ってた明るさとは違ったんで、やめました。すぐ外してなんか違うバルブ入れたんかな。まあ今日は、仕事終わりにいつものふれあい公園ですね。暗い、街灯も何もないんですけども、ここなら明るさテストできるかなと思って、ここで、撮影しております。
あ、車来た。はい、では、以上で、終了したいと思います。結構ね、あの黄色もめっちゃ黄色黄色しくてね、白も白白白白白白ってどういうことやって、まあホワイトの場合こんな感じね。今ホグだけです。ホグだけでも走れるっちゃ走れるんですけども、それはダメですよ。はい、黄色でホグだけ、はい、ホグと黄色、やっぱ白のがいいな、こういう夏道は。はい、はい、まあちょっと長くなりましたけども、再度照射テストして、暗いところでどんだけ明るいか、明るさを発揮するのかという、動画撮ってみました。まあここならね結構真っ暗なんでね、あの明るさ、テストするにはちょうどいいんでね。ではもう7時もう47分なんで、そろそろ家に帰りたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。福井302でした。